に何をか新人というや。古の新人は、蚊に逆らわず、なりに揺らず、死にぼらず。しか、る、が若き者は、過つも食いず、当たるも自得せざるなり。しか、る、が若き者は、高きに登るも立れず、水に入るも濡れず、火に入るも扱らず。ゼレチノのの奥、道に遠かりするや、死のごとし。古の新人は、 そのねぬるや夢みず、その、さとしむるやういなし、その空うやあましとせず、その息は深深ぶかたり、正人の息はかかとをもってし、囚人の息は喉をもってす。屈服するものは、ゲすることいぶが若く、その記憶深き者は、その天気やさし、体操紙幣に、どのような人間を指して、新人というのであろうか。 上皇の新人は不幸な運命に見舞われても逆らうことがなくたとえ成功してもこれを誇ることがなく万事を自然のまま委ねて人為的な執着心を持つこととがなかったこのような境地に達したものはたとえ失敗することがあっても後悔することがなく成功することがあっても得意になることがないまたこの境地に達したものは いかなる高所に登っても恐れることがなく水に入っても濡れることがなく火に行っても暑さを覚えることがないその地が道を登り詰めることができればこのような威力を発揮することができるのである上古の新人は眠るときは眠ることに休んずるために夢を見ることがない正人が目覚めているときは日常の営み休んずるために憂いを持つことがない 食事の時も特別に何がうまいと言って心を惹かれることもなくその呼吸は深く安らかである正人はかかとの先から深く深呼吸するが凡人は喉の先で呼吸するのである正人がかかとから呼吸することを気候では足深呼吸と呼んでいます足で呼吸することは物理的には不可能ですから足で呼吸するとは足の裏より 大地の生命エネルギーを取り入れるようにイメージしながら呼吸するすることであると考えられます。すべて外部ある物質的欲望に屈服するものは絶えず圧迫感を感じているために言葉を出す時も喉に使えてむせぶようであり欲望の深いものはその心身の機能も浅はかである。3古の新人は生を切ぶことを知らず死をあくむことを知らず。 その出ずるもそばず、その入るも拒まず。しかとして行き、しかとして来ったりやめい。その始まるところを忘れず、その終わるところを求めず。受けてこれを喜び、忘れてこれを服す。ゼレを、これ、心をもって道を縁てず、人をもって天を助けず、という。ゼレを、これ、新人という。しか、る、が若き者は、 その心は忘れ、その要は錆そのはなり。過ごしかとして秋に似たり、剣士家として春に似たり。喜怒は四時に問うず。ものとして喜むべしきありて、その曲を知るばくし。体操紙編3、上古の新人は、生を喜ぶことを知らないし、死を憎むことも知らない。この世に生まれ出ることを喜ぶのでもなく。 死の世界に入るここととを拒むこともないただ悠然として生き、悠然としてくるだけである。生の始めである、無の世界を忘れることはないが、そうかといって、生の終わりである無の世界だけを求めることもない。与えられ生は喜んで受けるが、これを返す時も未練を残すことがない。このような態度を、人為的な執着心を持って、自然の道を捨てず、 真意をもって自然の働きを助長しようとしないというのでありこのような境地にあるものを新人と呼ぶのであるこのような境地にあるものはその心は一切を忘れその姿は静寂に満ちその額は広く平らである秋の日差しの厳しさがあるかと思えば春の日差しの暖かさがありその輝度の情はちょうど式のように自然のまま移り変わってゆく その心は、ものと調和を保ち、無限の広さを持つのである。宗主・有心人の境地は、なかなか、凡人の私たちに渡ちするのが困難とは思いますが、日々このような境地に到達することを願い、そして努力することにより、いつかは実現できる境地です。そうするうちに、輪廻転生とか天国や地獄というようなことは、どうでもよくなり、 あまりこだわることがなくなるような心境に到達できるかもしれません。そのうち、生や死の問題など超越した境地に入れるかもしれません。このような宗主の生と死を同一に見る考え方を万物ひとし道と呼んでいます。いい山川草木七雄私たち人間は自分たちを万物の霊長などと自認し、他の生物や自然を、 自分たちよより低いい存在であるかのように考えていますこのため平気で動物を殺したり森林などの自然を破壊したりしていますしかしこのような考え方は間違っていますどんな些細な生き物にも私たちと同じ生命が宿っているのですそして草木などの植物山や川などさらには物言わぬ道端の小石にも 存在の形式は異なりますが私たちと同じような生命が宿っているのです仏教ではこのことを山川草木七雄仏性という言葉で表現しています山や川や草木などこの世の存在のすべてのものに人間と同じ仏性すなわち生命エネルギーが宿っているのですこのように考えるとこの世のすべての存在は 自分と同じ生命を持っている尊い存在であると考えることができます毎日接する全ての存在物に命があることが理解できそれが実感できれば考え方も変わってくると思います国年代性別人種を超えた全ての人が自分と同じ尊い生命を持っているのですそして犬や猫などの全ての動物が うに尊いい生命を持っていますさらに木や草や山や川そして道端に転がっている石ころさえも私たちと同じ生命を持っているのだと考えてください。このように自分と周り物を区別しない心を持つようになればより安定した心の境地が開くはずです。